2010年パルイギン、ボリスパルイギン・ボリスは、ロシアの哲学者であり、心理学者。社会心理学における哲学社会学的な流派の創始者。1953年、サンクトペテルブルク国立大学の哲学部卒業。教授、哲学博士。博士論文のテーマは、科学としての社会心理学。パルイギン、ボリス、社会心理学言論、海外名著戦。 76. 明治図書出版1953年から1957年まで、研究担当学部長の実績者として、レニングラード国立大学の哲学部、また1957年から1962年まで、小児医学研究所で教授を務める。ゲルゼン記念名称レニングラード国立教育大学の哲学教団を指導。 そこで1968年から1976年まで、社会心理学的研究所またはソ連で、最初の社会心理学部を創立した。1976年から1992年まで、ロシア科学アカデミーに所属する社会経済的問題、研究所での社会心理学的問題化を管理する。その後百九十二年から二千十二年まで、 サンクトペテルブルク人文科学労働組合大学で社会心理学教団を創立し管理した科学的な社会心理学のコンセプトを開発し一般社会心理学の基礎を設定し初めて心理学における国民感情論その感情の本質及びダイナミックスを世情の指示器として開発したパルイギンボリスは主要な研究論文を十八、記事を百六十以上書き その一部が他の言語に翻訳された。ありがとうございます。